いるわあいつ。あ、どうも皆さんこんにちは、バーミリオンと申します。ということで今回はね、さっき自分ノラで動画撮ってたらですね、パーティーに死体を撃たれたと。まあこれまあいつも通りのことなんですけどね。まあして撃ってきた奴らが敵にねまたいるんで再開しちゃったのでね、ちょっと戦っていきたいと思います。まあ撃ってきた奴らって言ってもね、撃ってきたのは一人だけなんだけど、とりあえずね、なんかディスコードわらみたいな、ディスコード W みたいな ID のやつがいるので、ちょっとね、今回味方もね、強いので、知り合いなんで普通に。あ、パーティーでさ、なんで撃ってくんの俺のこと。マジで、生きりすぎちゃう？生きりすぎちゃう？マジで。しょっぺーわ、しょっぱい。あ、でもね、この試合まあ、復讐したいんだけど、まあ、人にやられて嫌なことをさ、相手にしてもあれじゃん。それって子供じゃん。俺は敵のことね、キルしても、撃ちはしない。ただ、俺は復讐って言っても試合に勝ちたいだけですね。うん、試合に勝ちたいだけ。で、まあ今回ランパート使ってるんだけど、ねえ、まあ、相手もさっき剣使ってきたし、いいでしょ、ランパートぐらい。まあ、ソードフィッシュはさすがにやりすぎたから、封印してるけど。あ、うわー、子供でいいですと。ああ気持ちいいわ。さっきやられた、さっきやられたことをそのまんまやるのは気持ちいいわ、気持ちいいわ。ああ何、今回撃ってくる暇あるん、あんた今回撃ってくる暇あるん。楽しいな本当に。マジ味方ゲーだと思うよこのゲーム、本当に味方ゲーで。パーティー組んでさ、それで撃ってくんだもんな。マジ昇進、まあ、昇進者っていうのなんだろう。俺何もしてないからな、試合。俺マジで何も打ってないし、何もしてないんだけど、まあ、打たれたってことはやはり、ああまあちょっとね、なんだろう。まあ有名人だから打ったろみたいな感じかな。俺のこと知ってたら、それか知らなかったなら、なんだ、俺少し、一回連休したとこだったし、それであれかな、ちょっとピキっちゃったかな。ピキってちょっと打ってきちゃったかな。ね。よいしょ。よいしょ。剣使ってんな。剣多いな、最近。おい。怖いんだよな、ここ。右、見てる？何？あー、見てないんか。ソードフィッシュ。俺がいくらさ、なんかさ、俺がいくらさ、この試合だって俺さ、この試合だってソードフィッシュ使ってないんだよ。なんかちょっとやりすぎかなと思って、あえて KN だけどさ、さすがに KN って言ってもソードフィッシュより弱いじゃん。俺ソードフィッシュ使わないでさ、まあ俺 KN 使えたらしもランパートぐらいにしとくかと思ってさ使ってんのにさ、普通にソードフィッシュ使ってるんじゃん。なんかあれだね、バカみたいだ。マジでバカみたい。ソードフィッシュなくなればいいのにな。あ、いる、さっきのやつ。俺一回打ち返せたら十分だから、あとはまあ普通に試合に勝ちたいなっていう思いだけですね、あとは。うわー、嘘ー、楽しい、マジで楽しい。マジで楽しいな、これが一番やめられない。うん、これも COD の醍醐味だよね。どんな気持ちなんだろう、どんな気持ちか聞いてみたいわ。どんな気持ちなんだろう、あの本人見てたら、あのどんな気持ちか Twitter にちょっとリポ送ってきて、どんな気持ちかさ。あれ、どこだどこだ、味方も何パ ?2、3パぐらいかな。敵も2、3パぐらいで。よし。さっきの試合ひどかったな。みんなソードフィッシュ。そしてあと、なんだ、あの、DMR だっけ、あの、タクティカルライフルの単発銃。はい、よし、シュート。3回目だね。うん、3回目。もう2回しか撃たれてないけど、ちょっと多めに撃っとくわ。多めに撃っときますわ。味方1000レベルいるんだ。開幕来るんじゃない？あ、来たわ。よいしょ。今ちょっと前段アナイアレーター下に打ち込んでもよかったけど、あれですね、もったいないが勝った。もう俺の心の中のもったいないなってのが勝っちゃったわ。節約家だ俺は。よしよし、あ、くそ。
あ、なに、さっきまた来るんじゃないの、こっち、あいつ。あーらららら、らサプつけて裏取り失敗。やばい、俺打ち気づきか、さすがに、さすがに打ち気づきか俺俺こんな言うて、俺2回ぐらいしか打たれてないからな、さっきの試合で。いやでもね、あれでしょ、俺何もしてないのに、なんかパーティーでノラの俺に屈伸下打ちを同時にしてきたのは罪が重いわ。うん、ディスコードワーラみたいな。あ、もうスカイプでも使ってんのかお前は。あ、見てる。あー、ソードフィッシュに帰ってきてるな。あー、強すぎだろ。あ、なに、2回いるよ、2回いるよ。もう3点取りされてんで、分かってんのか、分かってる。うん、よいしょ、これ勝ったな。なんか GG になると思ったけど、そうでもなかった、全然そうでもなかった。一方的になったな普通に。あ、こんにちは。あー、よいしょ、いや、あれだよな、オッケー、なんだお前GG でもなんでもないからさ、喋ることもなんもない、でそんなせんなくていいし、なんかなんかあれなんですけど、いない。あ、でも取ってきてる。あ、くそ、取ってきても敵、あの敵心折れて一人抜けちゃったじゃん、心折れた。こう置いて誰か行かないか、2人でこれ1点でも勝ちだな。あそこなんか発掘してるね、このあの実況者にさ下打つってさ、ほんと愚かだと思うんだよ。あの俺のことをもし知ってたらの話だけど、知らないで言ったらそれはそれでね、あれだけど、そう、寝てなさいに決まってんじゃん、前から言ってるけど、寝てなさいに決まってんじゃん。あ、いた、あれ、どこだ、よし、お前レス早くね、このキャラなんだっけ、このキャラなんだっけ、ちょっとさ、あのもうスキンが増えすぎてさ、何のキャラかパッと見わかんない。お、あー、ちょっとそっちじゃないっすよ、こっち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 、お、終わりですね。まあということで、なんだ、あんま GG にならなかったな、ひたすらサップつけて裏取りとかしてくるだけだった。はい、優勝、終わりかな、終わりです。ということで今回味方2パーだったんだ、うん、ちょうど3対3でよかったな。ということで、いや、マジでガチャゲーだな。ノラだと本当にガチャゲーだと思う。もう、これで打ってくんだもんな、パーティー組んで。相当やばいわ。はい、ということで、なんか敵の位置、敵の打ってきたやつとライブタグつけてるんで、なんか YouTube でもやってるんですかね。ちょ、皆さんね、見に行ってあげてください。まあ、どうせね、ちょっと視聴者もあんまいないと思うので、せめて俺のもね、少し分けてあげようと思います。ということで、終わりまーす。